はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はね、昨日ご紹介したこちらのスマートマイク、これとですね iPhone を使って出かける時の撮影をしてみたいと思います。はい、これがね、普段私が出かける時、ちょっとした今からは、まあ、ちょっと食事に行くだけなんですけど、1時前ですか、ちょっと遅い昼食ですが、このタイプのカバンのスリングタイプですね、スリングタイプのカバンにこういう形でね、だいたいベルトって黒なので、このスマートマイクを黒にした理由もそこにあるんですが、こうやってつければね、あんまり目立たないと思いますので、それではね、早速行ってきたいと思います。はい、名古屋の僕が思う2番目に辛い担々麺の店にやってきました。はい、まずはライスです。ちゃんと音取れてるかな。はい、担々麺できました。真っ赤でしょ、めちゃめちゃ辛いんだこれ。じゃあいただきます。具材はもやしとチャーシュはい、中華料理四川さん、スープまで完食です。じゃあ帰ります。はい、今からね、弟を迎えに名古屋駅に行くんですが、こんな感じでシートベルトにクリップ止めして運転しながらドリドライブみたいにちょっと撮ってみたいと思います。それでは行ってみます。撮るのはね、こう吸盤でこんな感じで取り付けて、この100均で買った iPhone クリップに止めて行ってみたいと思います。はい、どうですかねこの感じ。いつもの場合だとこの状態でタイムラプスは撮るんですけど、動画になるとちょっと揺れるかな、やっぱり音声はどうかな。ちょっとさっきね、辛いの食べたんで若干むせて喉がすげえ危ねえな、こいつ喉がむせてちょっと調子は良くないんですけど、どうですかねこの、昨日来たばっかりでまだね、いろいろどんな感じで使っていくのか、まだ慣れてないところもたくさんあるんですけど、このマイクを買ったきっかけとしてね、昨日の動画でお話しした通り、有線の、ピンマイクと、あれだ、ボイスレコーダー、ボイスレコーダーをつないで運用していくのにすごくね、邪魔なんですよね、やっぱりから服の中を通して、バレにくいっていうのはすごくあるんですけど、あれね、いろいろ服を選ぶときに襟元の例えばボタンがついてるところを黒っぽい色にすると結構バレない。この間ジンバルオフ会の時でもね、自分で言い出さなきゃ気づかれなかったと思うんですよ。なんで、その点で隠しやすいっていうのはすごくいいんですけど、やっぱり邪魔なんです、このワイヤレスで、しかもこの音声別で撮ってると、後の編集作業がすごくめんどくさいんですね。なのでこのマイクを使えばとりあえず音声も、動画ファイルも同じ一つのファイルとして出来上がるので、あとはカット&ペーストはないか、カットして繋いでいくだけで、あとは BGM をつけて、必要であれば文字とかテロップを入れて効果音も入れて編集していけると、一つのね、音声合わせの
作業が、まあ、ドリキンさんも言ってましたけどすごい時間かかるんですよ。なのであの苦痛から解放されるっていうのがね、僕はあまり長回しする方ではないので1時間もね撮ったりとか30分以上撮ることもあんまりないかな。なのでこのスマートマイクであれば2時間は使えるはずなの であとね、複数のマイクを iPhone で接続できる、今現在はあのおちゅんさんの話だとまだそれに対応はしてないみたいですけど、ヒヤリハット地点があります、ご注意ください。将来的にねマルチマイクもその対応できたとしたらですね、まあ、これを複数台購入して何かインタビュー形式の、まあ、今までやったことないですけどインタビュー形式のものができたりだとかね、これでも実際今どうなんだろう、僕一人でやってるから気にもしなかったんだけど、今スマートマイクで音を拾ってて iPhone 自体のマイクっていうのは一切活かされてないんだろうか、そこがちょっと分かんないな。 iPhone のマイクが生きてんだったら複数台はいらないか。まあそれとね、まあそれはそれとして、まあ今後検証していったらいいかもしれないんですけど、なんて言ったらいいかな。この、まあ、買う前にこうちょっと問い合わせをしたんですよ。GoPro にも対応しないのかっていうことを。まあそうしたらいろいろそういう声が上がってるみたいで、問い合わせも来てるようなので、そこでね、GoPro の方にも、まあファームウェアかなんかで、対応できるのかな。もしそういう風になればですね、 GoPro のマイク問題、音声悪い問題っていうのが解決するわけですよ。 GoPro とこのスマートマイクを持って出かければ、まあ、iPhone が一番やっぱりこういうなんていうのかな、持ち歩くという点ではですね、まあ、電話なので基本が常に外行くときは持ってますし、まあ、これで完結するっていうのが一番楽は楽なんですよね。下手したら本当にこれだけで編集ができてしまうので YouTube にアップロードするところまでこの iPhone とスマートマイクだけで完結してしまうという形を取れるので、そうなったらすごく楽ですよね。まあ、絵で満足できるかっていうと、僕がよく見てるグルドンの方たちは多分満足しないのかなっていうのも若干あるんですけど、 GH5 とか XT2 とかすごく綺麗な動画で皆さんアップロードされてるので、まあ、かくいう僕も基本家で撮るときは、あとそのおとつい上げたおよそ300メートル先左折専用レーンがあります、ご注意ください、おとついアップロードした動画なんか、ね、岐阜県の関市の刃物祭りの動画は基本的には GoPro と、GH4 ですね。僕は手ぶれちょっとすごかったと思いますけど、まあそういったので 4K30 フレームで基本的には動画を撮影しているので、GoPro のね、Hero 6 だけかな、今、4K の60フレームに対応しているのが。なので、まあ、編集ソフト自体も 4K60 フレームに対応してないので、僕はプレミアエレメンツの15ですか。15を今使ってるんですけど、まあ、そこで対応してないので、Hero 6 を買って、た意味っていうのがメインのその 4K60 フレームの恩恵は今のところ受けてないんですね。 4K30 フレームではすごく恩恵は受けてます。まあ、何かというと、それが今までできなかった 4K30 フレームでできることが増えたので、実際 4K60 フレームだけじゃないんですね。 Hero 6 に関しては 4K30 フレームで手ブレがついたし、なんか画角もねすごく広いものと、まあ通常の
ものと選択できるようにもなりましたし、通常じゃなかったかな、広角とすごい広角だったかな、まあ、そんな2種類の選択もできるようになりましたし、まあ、そういったことでヒーロー6を買ったのが 4K60 フレームだけということではないということですね。で、まあ、そのヒーロー6、まあ、僕がプレミアプロに変えればいいだけの話なんですけど、まあ、それはそれとしてヒーロー6に関してはこのスマートマイクが対応してくれれば本当にすごくポータブルに持ち歩けて手のひらサイズで撮影ができるツールが揃うのですごくいいなっていうので、まあ、対応してくれると期待を込めてこのスマートマイクを買ったわけですよ。まあ、このスマートマイク今昨日も今日もそうなんですけど、いいとこばっかり説明してますけど、まあ、一番のデメリットは高いってことですね。16,000〜7,000円ぐらいしたかな、7,000円までいかないぐらい、1個ですよ1個。僕が普段使ってるピンマイクは、400円しません。まあそういうコスト面でいうとすごい開きがあるわけですね。16,000円と400円ですよ。この差はすごい。でもまあ便利は便利なので、まあ、でも YouTube とかその動画撮影する人以外には全く意味ないんですけどね。じゃあまあそろそろ撮影をやめて運転に集中しましょうか。それではまた家に帰ったら PUBG でもやろうかな。じゃあこんなところで今日は失礼します。またね、バイバーイ。